You're listening to Shibuya Cross FM. さとみしのぶのエンパラダッシュ。パーソナリティのさとみしのぶです。毎回素敵なゲストをお迎えして和気あいあいと楽しいトークで最新のニュースや流行っていることなどを紹介していきます。そして動物愛護ラブワンのコーナーでは動物虐待殺処分ゼロを目指して活動を広げていきたいと思います。さらに生放送の番組を生かしてリスナーの皆様にもメールやコメントで参加していただきたいと思います。E メールアドレスは info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp ファックスは03-6416-9528 03-6416-9528。 お便りお待ちしております。里見忍のエンパラダッシュ。この番組はお客様に安全で安心な美味しい商品を提供し続ける里の雪、美を追求するメディカルサロンアクア、以上各社の提供でお送りいたします。それでは今日の1曲目、里見忍で青の青、聴いてください。島口よ、天の降る手が懐かしい。しまちゅるきむぬ愛情はとろりと私に伝います。見上げましょう、悲しみは遠く青の青へ捨てて倒れ、私に伝えます。踊りましょう、うれうれと遠く青の青へ憂い飛ばせ、帰る場所がある、いつでも愛は
Shibuya Cross FM。 はい、本日の里見忍エンパラダッシュのゲスト、第3回目のゲストはフィンガーファイブのアキラさんです。どうも皆さん、こんにちは。今日も元気で頑張ります。今聞いててびっくりしました。はい、親戚ですもんね。そう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 、お母さん同士が、お母さん同士が。してた？いや本当に。本当に。おふくろのあの徳之島だもんね。徳之島、伊仙町のね。伊仙町ワイドですよ。なんとなく顔似てるでしょ。いやそんなことないか。ね、今日本当に久々に来ていただいて。本当ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はいはい、私が子供の時に自分のお小遣いで初めて買った CD が学園天国です。ありがとうございます。大ファンで、はい。もうやっと私もいい位置まで来ましたので、ありがとうございます。ね、もう子供ながらにあの恋をするってこういうことかなっていうぐらい、そうドキドキしてたんですけど、親戚だって分かってもうがっかりなんですけどね。結婚できひんやんって。ファンの方にも、ね、そういうこと言っちゃいけませんけど。ありがとうございます。今日は3回目ですけど、はい、一番あのギャラリーが多いです。あら、そうですか。やっぱりすごいですね。通りがかりの外人さんもいらっしゃるのでね。そう、外人さん分かってんのかな。分かってんのかい。分かってんのか。あ、捉えてる。イエーイ。イエーイ。フィンガーファイブ皆さん知ってますか、外人さん。知ってる？知らないでしょ。ねえ。あの一番高音が出てた時って小学校何年生ぐらいだったの？はい、6年生ですね、あれでね。6年生。11歳ですね、僕がね。ねえ、それですっごいうまかったですよね。はい、ありがとうございます。あのジャクソン5をなんか真似てた感じなんですかね。まあたまたま似ちゃった感じなんですけどね。似ちゃった感じなんですか。大好きだったからね。あの私 LP を昔持ってて、はい、ジャクソン5の歌が結構入ってましたよね。あ、そうなんですよ。だから好きだからね。そうそうそう、もう大好きだからね。もうジャクソン5より良かったですけどね。いやいや、そんなことないですよ。僕はそこを目指してきたんだよね。あ、目指してきた。ありがとうございます。はい、本当に。はい、で今でも思うんですけど、はい、5人揃ってもう歌うことはないんですか？いや、あのそんなことないですよ。あるんですか？あの冠婚葬祭、葬式とかそういうところありますよ。マジ？本当に？ありますよ。やっぱ本当にやります。兄弟ですか？兄弟ですか？誰かが亡くなったら葬式でありますからね。そういう意味か。そういう意味だよ。いや、マジであの音楽として出ることはないですか？いや、でもほら、うちの上の加藤ちゃん、長男がね、ちょっと病気で倒れちゃったもんね。そうですよね。そういう意味で言うと、歌わないってなっちゃうと難しい感じがありますね。うん、あ、そうですか。うん、なんか5人の揃うことがあったら、私あのディナーショー毎年あの夏にしてるんですよ。夏生まれでゲストに来ていただこうかなと思って。いや、もう行きたいとこなんですけどね。ギャラの配分で揉めそう。人数集まるとそうですよね。大変ですよ。上から順番に減ってくから。順番俺んとこはもう残念もカスみたいなもんだから。大変。やっぱ上が高いんですね。そりゃそうです。ドリフターズもそうだったみたいですけど。全然引いてっちゃいますから値段は。そういうもんなんですね。そういうもんです。で今日はですね、アキラさん以外に、はい、あのなんかお隣にすっごい貫禄のある方がいらっしゃるんですけど、はい、こちらはどちらでしょうか。この人ね、あの近所に住んでる。ついてきちゃった。うそ。あのね、たまたまなんですけどね、あの僕のもう大親友が今日たまたま2人来てましたね。はいはい。で、あのまあどっちかって言ったら一応肩書き持ってるんで、役者の竹内大。はい。竹内大って言います。竹内大輔です。竹内大輔。知らんやん。はいはいはい。前は竹内大輔です。今は竹内大輔。俳優の竹内大輔さん。はい。実はあのここのスタジオに一回来たことあるんですよ。で、おっしゃってましたね。そうなんですよ。さっきあのここの社長とね、そう、あのこちらの社長と話してて、多分去年だと思うんですけど、一回来て話して、こんなに人いませんでしたね。3人ぐらいいましたよね。すんでと目の前。あ、前にいるのがですね、あれですよ。あれですね。友達で。ついてきちゃう。作曲家なんですよ。ね。で、かっちゃんっていう。太田先生ね。太田先生。そうなんだよ、太田かっちゃんって言うんだっけ。かつ一郎。あ、かつ一郎だっけ。かっちゃんって名前はないでしょ、普通に。忘れちゃうんだよな、名字。でも今日は太田先生経由の秋田さんですから。そうそうそう、僕もね、電話があって、秋田暇だったら来てって言うんで、暇だから来ました。いやいや、暇だからって、忙しいところを、なんとか。全部ここのところ仕事してないんだね、ちょっと。それで僕が来たのは、あのかっちゃんから電話もらって、久々に3人で飲もうよって。これのこと全然知らなかったんですよ。で、分かった方は渋谷でじゃあ飲むかみたいな。そうそう、36回、36回、そう、36回って36年会ということで、ここは同級生だから、36年生まれ。
なんか見えないみんな同じ年なんですよ、ね、同じ年に見えない、ね、中学校でからあの服着てますからね、誰が上か下かは言いませんけど見えないですよ、ね、かっちゃんはあの洋服は40年前から着てんだけど40年また増えてる10年増えた今時ね東京にこんなラグシャツ着てる人見たほらみんな笑ってるじゃないですか、いやいやいやどうでしょうこの洋服のセンス ねないよね全然何考えてこんな歩いてんだかね目立っていいでしょいやいや多分東京に3人ぐらいしかいないひどいもんだな1200万人のうちの3人の中で楽屋で話したと話そのまんまここに来てますけど本当本当3人のセンスが全部違うのねえ本当だこれセンスどころか性格バラバラだから、うん、あバラバラだから合うんですよね多分ねよく喧嘩しますけどねあそうなんですかいや喧嘩したらなんか負けちゃいますよね先生いやいや そんなことはないんですこいつね喋んなくなるんですよ喋らなくなる いわゆる昔絶交っていう言葉流行ったじゃない子供の時にね絶交するんですよこれ未だに50超えて絶交いい年こいてよくやってますよね絶交って連絡しなくなるんですかうん、絶交中絶交中絶交中あんまりね、あんまり喋るの好きじゃないんですよ、うん、僕の一回ラジオ番組に、はい、あのゲストで出た時に、もう事故ですよ、10秒ぐらい喋らないんですけどマジですか、うん、マジですかすいませんあきらさん、あきらさんの、そうですね、さんがゲストなんで今日はね今日だけさんつけたな、お前普段あきらあきらって呼び捨てたのにどういう意味だこれいいんだよ、友達だから別にいいんだけど、まあ、本当に喋らないね、かっちゃんでしょ、うん、よく喋る大ちゃんでしょ、はい、で、俺はベラベラ余計なことばっかり言われるでしょまとまんないよ、今日はね、演歌からポップスまですごく幅広くね、曲を作られてるというね、いや、あの演歌を作られた曲は私ね、サントルシアさんに書かれましたよね、お友達なんですけど、あ、そうですね、聞かせていただいたんですけど、うん、ものすごくいい曲でした、それね、うん、才能あるんですよ、そう、才能あるなと思って見かけに乗らないですねいや、見かけに、まあそこは言いませんけど、あのでもいい曲でした。去年ね、実はあの3人があの共通の映画でですね、うん、あの命ある限りっていう映画を、うん、3人が出演されたんですか。彼は出てないですけど、あきらくんがゲストで出て、はいはいはい、その時の映画のゲスト、映画の、まあ、映画のゲストっていうか、ゲスト主演、あ、主演じゃない、ゲスト出演か、はい、まあいろんな方出られたんですけど、はいはい、で、実はうちの息子がですね、ええ、主演だったんですけど、息子さんのお名前は武田智弘って言うんですけど、武田智弘さん、俳優さん、生まれた、そうなんですよ、生まれた時から明君に可愛がってもらってて、一度ね、うちの息子が保育園に、明君と上のお兄ちゃんの正雄さんが迎えに行ってくれたことあるんですよ、そうそう、それぐらい、まあ、豪華な、そう、それぐらい子供の頃から可愛がってもらってて、はい、で、ちょうど映画の話が来た時に、明さん出てくれないかなっていうことでね、それ俺に言われても困るから、じゃあお前自分で言ってみろって言って、友弘から連絡来たんだよね、そうそう、で何やんのって言ったら役者やってくれって言うんで、それは無理だろうって言ったんだけども、うん、やりましたけどね、もうね、デビュー作がもう、はい、もう最後のね、最初に出て最初で終わりました、ね、はい、終わりました、引退、引退、早っ最初で最後、下手だし噛んじゃうから、そうなんですか、いやいやいや、立派でしたよ、立派でした、すごい、二度とやりたくないよ、ね、編集長役でね、出てね、ああいうほら、自分が向いてないのやるとなんか変な汗かいちゃってね、向いてないのはダメだね、いやでもやっぱり立派だったな、で、その映画音楽を18曲担当したのがかっちゃん、あ、そうそうそう、18曲書いたんです、そう、すごい、すごい、だ、多分だいぶもらってると思いますよ、いや、そう、よく言う作詞作曲両方ですか、いや、曲だけで、曲だけで、映画の中のテーマと、はい、挿入歌とか、あとそう BGM みたいな感じですね、素晴らしい、いや、やっぱ才能あるんですね、なかなかそんな一遍にそう作れないですもんね、結局ね、喋れない分、うん、そっちに、うん、結構俺ネクラだから ね頭の中で妄想するタイプだから、はい、どっちかちょっとなんかこうニヤニヤ笑いながらなんかいや、そんなことはないんですけどね、だからね、その映画の関係でね、はい、舞台挨拶出されるようになって、うん、で3人で、3人と他出たことあるんですけど、ええ、もう本当に、ね、舞い上がって、うん、もう言うことを考えてたんですけど、はい、全部飛んじゃって、うん、あ、山形でね、一緒に行った時、山形、そうそう、誰も助けてくれなくて、そう、あきら君がね、くすって笑い出したらみんなくすくすくすって笑い出して、あのね、着地点がないですよ、彼ら、そうね、何を言いたいんだか分かんないじゃん、着地するか分からない、ちなみに先生、何型ですか、血液型、大型、大型、うん、何型ですか、大型、あら、大型、いや、みんな大型、マジで、マジで、ね、ていうか知らなかったんですか、今まで、知らない、知らない、興味ない、彼はね、あれですよ、家でクワガタ飼ってる、うまい、うん、
うまいな、さすがさすが芸歴長いだけありますね。よく占いとの大熊方もう何枚もするって言うけど僕は占いないんですけど、あと警察来ましたよ。あら、誰か逃げなくて、大ちゃん行った方がいい、早く逃げなくて大丈夫ですか。いやいやいや、俺は大丈夫ですけど。危ねえな、危ねえ。ではね、ここで、一曲、アキラさんの曲をかけさせていただきたいと思います。アルバムの中から、絆、あ、お願いします。はい、聴いてください。ダイヤモンドのように硬い絆を誓う、太陽の輝きで僕を照らす、あなたのことがとても大事で、いつも心にあなたを思う、力を合わせ共に歩む、クオンの絵にし誓いを立てて、信じる道も愛のごとし、苦しみ深きはいよいよ青きがごとし、人は悩み生きてゆくもの、友を信じ歩み続ける、勾配通り自分らしく迷いを捨てて、ただ我が道を信じる道も愛のごとし、苦しみ深きはいよいよ青きがごとし、ダイヤモンドのようにいつまでも輝いて、目覚めた心でいる君でいて、ダイヤモンドのように固い絆を誓う、太陽の輝きで僕を照らす、はい、今日もメールいただいております。さとみ様番組、さとみ様、あ、身が違うな、美しいになってる、その気持ちはわかりますが、こんにちは、はじめまして、メッセージさせていただきます。あ、秋谷さんへのメッセージでしたね。はい、土曜日のパラダイスカフェでのライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。ものすごく感動し楽しみ、かなりはしゃぎすぎました。お客さんみんなが嬉しそうに楽しんでいて素敵なライブでした。フィンガーファイブももちろんいいですが、アキラさんのオリジナル曲が本当にいい曲ばかりで、ストレートに胸に響きます。アキラさんの奏でる歌もギターも音も活かしています。ライブでエクセションしすぎ、エキサイティングしすぎてすいません、英語読めなかった、私を窒息させるのかって思いましたが、アキラさんのファンは40年以上魔法に、かかっているので死ぬこともできません。これからも心揺さぶるライブを楽しみにしていますので、まこちゃんともどもお体を大切に、仕事中こっそり夢の中のギターさんよりでした。どうもありがとうございます。もう嬉しいです、ね。すごいですね。あの、なんか40年魔法にかかってるって素晴らしい。すごいですね。いつなんだろうねっていうね。25歳ぐらいかな。40年経ってるのにな。ね、生まれる前からファンだったんですね。ありがとうございます。今のその絆っていう歌もやっぱり自分で作ったわけ。自分で作詞の作曲も。アルバムの中のね、いい曲ですよね。そうなんだ。やっぱ印税大好きだからね。はい。いいです。ごめんなさい、聞き逃してた。すいません。さあ、ここで、はい、今、告知されることとかお仕事の
ライブの告知ですか。はい、もちろんどうぞ。僕、5月にですね、誕生日なんですよ。おめでとうございます。でそのバースデーライブがですね、5月の20日、はい、ブルームードって言いまして、はい、中央区の築地の方で、あ、そうですか、ちょっとライブやりますので。ちなみに20日何曜日ですか。これは日曜日になってますね。わー、私行けるかも。あら、来てください、ぜひ。行けそうだったら頑張ります。ちなみにですね、あの横にいるあの変な2人、これも5月なんですよ。あ、そうなんだ。共通点が3つもあるんだ。36年生まれでしょ、5月生まれでしょ、はい、で、大型同士。おー、すごい。で、ちなみに、あきてさん、何月何日？5月9日。9日。で、大ちゃんがこれ28、29。おー、すごいですね。そうだね、弟たちがね、これだからね、だってね、大して変わんないけど。あなた、これだけ言うのに、なんで見なきゃいけない。これだけ覚えておきなさい。じゃない。だから役者できないって言ったじゃないですか。あ、セリフが覚えられなかったんですか。そうそうそう、噛んじゃうし。いやでも頑張ってたよ。いや、あれだけあの CD 出すと、曲出すと歌詞を覚えなきゃいけないじゃないですか。もう覚えられなくなってきたね、最近は。そうなんですよね。若い時って1回見たら覚えるんだけど。そう、外ね、あとね、僕楽器もやるんでね。あ、はいはい。楽器と歌を合わせなきゃいけなくなっちゃうの。どっち選ぶったらね、両方選ぶんじゃうのよ。あー、なるほど。だから集中力がどっか行っちゃうの。時々ライブでも、あの歌詞間違えることってあるのよ。結構あるね。それはね、歌手誰でもあります。あるんだ。あります、あります。あの字幕が出るあのやつあるじゃない、 NHK のあのなんだっけ。あれ困るんですよ。あれ困るでしょ。あれ困るんです。あれね、事故って言われるんだよ ね。違うことを歌ってる人いたもんね、一回。ほんとあれ嫌。私も一応出たことあるんですけど、ね、いや俺も言ったことあるんだよね。出すなって言ったんだけどさ、じゃあ出るなって言われたよ。困るな、強いから曲は。ね、曲はね、強いからね。出るなって言われちゃった。なるほどね。いや違う、俺ね、言おうと思ったことが一つあって、はい、冒頭で、はい、しのぶさんが、はい、私が初めて買った CD って言ってないでしょ。そうだ、CD だね。レコードよ。レコード、ね、そうよ、絶対。レコードを買って、その後、LP を買って、うん、はい。実はうちのかみさんが、プロレスラーなんですけども、さっきにお伺いしましたけど、そうそう、で、なんかどっか殴られました今日。いやいや、吹くんだよな今日ね。あのね、まあ、今日あの出てくる時、あきらさんによろしくって言ってたんですけど、はいはいはい、あの長与千草ってわかります？長与千草、長与千草のところの、はい、今あの選手なんですけども、うん、あの団体の社長がね、はいはい、でその長与千草さんが、うん、小学校の頃やっぱ生まれて初めて買ったレコードが、あきら君たちの、なんだ、個人事業か。ということで、一回どうしても紹介してほしいということでね、一回プロレスの会場で、あきら君連れてったんですよ。はい、もうあの長与千草さんが、もうド緊張して、いつもあんなパフォーマンスする人が、すごかったですね、一回、去年かな。本当ね。そう、私も初めの時も、すごい緊張しました、ね。でもまあ、親戚で分かった途端に、ね。親戚で分かったから、ちょっとね、ほっとしましたけど。ありがたいよ。芸能界に2人もいたってことよ。親戚って分かって、なんかね、変なこと言えなくなっちゃったんだよね。異様ななんか緊張があるね、これね。うん、そういうもんだよね。でも他に芸能界に4人兄弟いたもんね。え？どこに？え、兄弟。俺の兄弟でしょ。そう。いや、そりゃいるけどさ。ね。まあいいや。はい。ね。着地点がない話ね。着地点がない。本当だ。で、どうしましょう、この間を。え、どうぞ、なんか言いなさい。なんか言って。ちなみにせ、あ、先生じゃない、あきらさん、その俺は先生じゃねえよ。ライブは何分ぐらいされるんですか。これ大体2時間半ぐらいですね。2時間半、1人で。1人ですね。1人で2時間半、まあ、トークを入れながら。まあそうですね、あのちょっと休憩入れますけど。今日あのライブじゃなくて、CD をいただいた曲を全部されるんですか。うん、まあ、やる曲もあれば、やんない曲もあるし、新しい曲もあれば。あと人の歌とか歌われるんですか。まあ歌いますしね、昭和の名曲コーナーとかいうのも作ってるので、昔の例えば60年代とか70年代の初期の頃のいい歌がいっぱいあるじゃないですか。ですよね。あの大ベテランの、はいはい、あのフランク永井さんの曲とか。え、そういう曲歌われるんですか。それをちょうど僕アレンジしますけどね。そういう曲とか、あと、まあ、その時の名曲っていうスローバラードとか、そういうのよくやるんですよ。でギター弾きながら。そうそうそう、だからね、結構すごいですよ。いい曲いっぱいありますよ。すっごいですよ。マジですか。すっごい迫力ある。多分聴いたら分かる曲しかやってないから、あ、この曲知ってる知ってるって曲ばっかり。昔そういう曲ばっかり多かったでしょ。そうですよね。だからね、もったいないんだよね、歌わないのは。ライブといえばね、一回面白いことがあって、実は僕一回あきら君に内緒でライブハウスに行ったことあるんですよ。はいはい。で、まあ、その前にあの2軒ほどちょっとお酒を飲んで友達と行って、もう絶対今日はバレずに行こうと思ったら、始まる前にトイレで会っちゃったり、ね、そういうもんだね。
なんでいいんだよ、なんでいいんだよって言うから、いやいやライブ聞きに来たんだよこっそり行ったのにね。そうそう、内緒で行ったらこっそり行ったけどね、大きいから目立っちゃうしね。始まる前にトイレでバレちゃったお互いにトイレが近かった近くなっちゃいますよ ね、 だっても飲みながらやってるよね。あ、いや僕は一杯だけね。一杯だけね、一二杯は飲まないとちょっと緊張ほぐすためにね。 あんまり飲みすぎると今度喉締めちゃう、ね、あ、そうですよね、うん、あんまり良くないからね、うんうんうん、4人いるけどほとんど喋ってないよね寝てる時あるね、たまに喋ってないけど突っ込むうまいよね。そう、さっき変なツッコミしましたね。さっき間違えたけど突っ込み、すいません、ありがとうございました。いやいや、なんかエキサイティングなんて言ってそうそう性格があんな感じ、いやいやいや、らしいんだよやっぱ島来てるとああいう風になっちゃうんだよね。ネチネチして、そっち側から今見えたんですか、この小さい字が。そう、見えた。遠いから見えないです。そういうことか、老眼が入ってる。老眼から見えた、そういうことだから。見えたのかなと思ってびっくりしちゃった。はい、すごいね、ね、虫みたいだな。虫だね。でもライブ楽しみですよね。ありがとうございます。私、本当20日何も入らなければ、ぜひ来てください、はいね、行かせていただきたいと思います。歌ってくださいよ、そういうわけにいかない。いや、ちょっとあのオケがあれば。はい、あ、じゃあオケ持参しますか。親戚だし。親戚だし。どういう関係かわからないですけど。ね、今度あのライブじゃなくて、ゲストに来ていただくときに、はい、例えばギターを持ってきていただいて、一曲とか全然。全然いいですよ、よくやりますから。そうですか、2時間ぐらいやればいいじゃないですか。僕はあのあれですよ、アイドル界の田畑芳雄って言われてるんですから。もうギター持って何でも歌えばどこでも行くんですよ。まあ、場所があればどこでもやれるっていう。そう、なんかね、今ね、あの若い人がギターを持って流しっていうのが流行ってるんですよ。ちなみに、まあ、私銀座にお店あるんですけど、そこに二十歳の女の子ですよ、それも。その子はギター持ってなかったんですけど、日本全国流しで歩いてるんで、一曲歌わせてくださいって、カラオケで歌わせてくださいって。でもそれあれでしょう、自分の得意の曲を歌うだけでしょう。あ、そうですね。要するにほら、昔の流しっていうのは、そう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 、その当時流行ってる曲を、例えば、ね、昭和彼すすきとかさ、聴、うん、てんだよなとかいうのをやってくれるのが流しなのよ。そうですよね。レパートリーが2000曲っていう方、僕知ってますよ。そうじゃないでしょ。そうですね、言われてみればそうですね、うん、それちょっと違うな。違いますね、うん、まあでもそれでね、日本全国歩いて、うん、その人脈をつけて、全然名もない素人の方、女の子なんだけど、うん、どっかの会館を借りて、うわお、1000人入れたって言ってましたよ、そんなに入れたの。うん、すごくないですか。はあ、ちょっとあの俺もやるか、じゃあそうだから、そういうこともあるんだなと思って。やり方次第だね。そうなんですよ。大したもんだ。これが30年続くといいんだけどな、うん、ですね。これが問題なんだよ、うん、そういうことですよ。この人もね、うん、CD 出したんですよ、去年。あ、そうなん、歌われるんですか。いや、歌わないですけどもうちょっとあの歌わなきゃ歌手にならない。去年ね、25周年で俳優デビューして、はい、で、なんかやんなきゃいけないということで、うん、そのレコード会社の人が、うん、じゃ あの歌出そうか CD、 え、マジですかみたいな感じで、冗談で言ったら本当になっちゃったんですよ、ね、へえ。そうなんですよ。だから、あの俳優竹内大輔新たなる挑戦というタイトルで、うん、ほとんど売れてませんけどね。 CD のタイトルがあのね、カバー曲なんですけど、さよならは白い雪文字っていう歌なんですけどね、いい歌なんですよね。なんかでもすごく声があの渋いので、うん、演歌とかね、似合いそうですよね。いやいや、全然ダメですあの緊張しないもんね、明君はね。歌うときはね、ステージで一回浅草公会堂で、去年じゃないか、去年かな、あれ去年ね、一緒にちょっとやったときに、袖で見てるんですよ、俺を歌ってるの、はいはいはい、もう本当に緊張してて大ちゃんって掛け声もかけてくれて、顔が変な顔になっちゃって、緊張してるからこんなでかいのにこんなちっちゃくなっちゃって本当、態度はでかいのに気持ちはちっちゃいなって、どういうことだよそれはってね。ね、やっぱジャンルが違うとそうですよね、うん、ですね、うんうん、芝居の方が楽ですね。楽ではないけど、ね、はい、まあ、じゃあここでね、すみません、一つ、コマーシャルいきたいと思います。佐藤のゆきさんのおからパウダー。食物繊維いつもの料理に混ぜるだけ、体嬉しいおからパウダー。喋るんだねいやいやいや、あ、それがそうなんだ、おからパウダー。はい、おからパウダーかけたんですが、スポンサーさんが帰ってしまいました。残念でした、それではね、ここからですね、動物愛護、このコーナーやっておりまして、はい、あ、結構真面目な話ですね。そうなんです、はい、ちょっとあの皆さん、動物って飼われてますか。僕は猫飼ってますよ。猫、はい、
僕は、ね、犬飼ってたんですけど、はい、亡くなっちゃって、今あのオオクワガタを40匹、50匹ぐらいかな飼ってますね。それがね、超気持ち悪いの。気持ち悪いんですか？芋虫みたいなのであの白いやつ。それはあの幼虫の頃ね。あれ触れます？ああ、今は触れない。子供の時触ってましたけど。あれであれ、あれ40匹。あのちゃんと交尾させてオスとメスを、それで卵から幼虫に、それでさなぎにして成虫に返してるんです。これがね、神秘的ですごいんですよ。あの赤ちゃんの時から育てると本当愛情湧きますよね。いや本当そうですよ。あの赤ちゃんの時あれだもんね、触るのはちょっと注意した方がいいですよ。注意になって幼虫だし笑うとこですよ、笑うとこですよ。ここいやでもね、あの、まあ、クワガタ動物にはならないと思うんですけど、うん、あの本当に神秘的ですね。ですね、うん、大体ね、うん、あの成虫になって4年、まあ、頑張って5年生き越冬しますから、うん、僕が飼ってるクワガタは、うん、あのノコギリとかミヤマってない、喋ったら切れないなこれ、あの越冬しないんですけどオオクワガタとかコクワガタって越冬するんです。ちなみにそのクワガタは一番最初どこで飼われました？ね、これあの知り合いに九州の人にもらったんですけど。あ、そうなんですか。あとは取りに行きました。場所はちょっと言えないんですけど、これね、オオクワガタのね、うん、教会はないですけども、うん、あのやっぱこれ言っちゃダメって言って、うん、あの方向としては山梨の方に取りに行ったんです、はい、今ね、日本の、ペットショップってありますよね、はいはい、あれって日本だけなんですよ。日本と中国知ってる、知ってます。東洋、ヨーロッパとかアメリカはないんです。ない、命を売らないんです。そう、で、犬とか猫とか動物を飼いたいときはちょっと動物愛護センター、そういうブリーダーさんとかね、ブリーダーさんとか直接買うんですけど、やっぱり買うのは買うんですね。もらえるわけだ、まあ、だから礼金としてね、うん、ほとんどもらってくるんです、うん、金額がついてるわけじゃないんですね。そうなんです。で、あと捨てられてた子をもらいに行くとか、うん、そう、日本だけなんです。で、日本の、そのペットショップにいる動物、犬とか猫とか他にいろいろありますよね。売れない子たちは殺処分されるんですね。で、今に、日本でもブリーダーさんってすっごくたくさんいるんですけど、もうあのお金儲けのためにどんどん産まして、繁殖する、そう、産ませるんですけど、もう奇形がなんかいっぱいできたりとか、もうお金のためにね。で、今そういう動物愛護が結構皆さん、歌手の方でも俳優さんでも女優さんでもやられてる方が、浅田美代子さんがこの間政府に行って嘆願書を出しに行って、ペットショップをなくしてくださいみたいな。結構勇気があることだよね。そうですよね、勇気があって、まあ、制度の問題だから、そこを何とかしてくれればいいだけで、ね、そう、だから政府が、日本が政府が動かないとペットショップっていうのはなくならないんですよね。買う人がいるから。っていうか、やっぱり動物をさ、うん、物扱いしてるのが嫌なんだよね。そうなんです、法律がそうなってるから。国土省扱いになってるんでしょ、あれ大体。そうなんですよ、あれを改正しないと。生き物なんだから、生き物として扱わないと、うん、なんかこう動物を物扱いする、そこを変えないとね。そうですよね。だけど、動物を虐待すると、課せられるんですよ、まあ、大したことはないレベルでね。うんうんうん、だからちゃんとした、なんで虐待するのかね。そう、どういうね、虐待ってありえないですよね。喋れない人に対して、人じゃない、喋れないものに対してね。人間のエゴだよね、わがままさが、ね、その動物に行っちゃってるみたいなところだよね。ちょっとですね、動物愛護センターの、その愛護センターで、まあ、いつも殺処分している方がね、ある本を出されたんですけど、ちょっと読まさせていただいていいですか、はい、ちょっと長いんですけどね、はい、尻尾を振りながら殺処分へと向かう子供、保健所の元職員が綴った叫び、胸が張り裂けそうになった。毎週数日間とはいえ、可愛がっていた犬たちを殺処分へと送り出さなければならない職員の心境がどんなものか考えたことはありますか？保健所で動物の殺処分を担当していた職員の視点から書かれた文章です。金曜日の朝、どうか尻尾を振らないでくれ。私は金曜日の朝がつらいです。数日間なれど飼い主からの連絡を待ちながら飼い主の代わりに世話をしています。飼い主を探したり、餌を与え、便の後片付けをし、日光浴をさせ、頭を撫でてやり、限られた時間でできるだけの情を注いでいます。情を注げば可愛いと思えてきます。金曜日は殺処分するために犬を運びます。
情をかけた犬を送り出す時の我々職員の心境を考えてみてください。金曜日の朝、私の心はこうです。尻尾を振りながら私を見ないでくれ、餌の時間かなと疑いのない目で見ないでくれ、遊ぼうってすり寄らないでくれ、子犬は殺処分にしたくない、憎しみで牙を剥いて吠えてくれ、その方が私の心は痛まずに済むから、今から殺処分されるのに親しそうな目で見ないでくれ、最後の最後まで人間を信じている、俺たちはお前を殺処分するんだぞ、尻尾を振らないでくれ、私たち職員は胸が締め付けられます。その時が金曜日です。憎しみで吠えられた方が気分が楽になる、この心境分かりますか。保健所に殺処分を委ねる前に愛犬との楽しかった時期を思い出してください。愛犬は最後の最後まであなたを信じているはずです。愛犬が粗相したとしても多くの場合、飼い主がしつけを行ったケースが多く、責任を愛犬になすりつけないでください。犬についての正しい勉強を行った自分を見つめ直してください。これは大分県を中心に動物愛護の啓発に取り組むボランティア団体のホームピースで、活動している保健所の元職員さんによって書かれたものです。殺処分ゼロに向けた活動の輪は広がりつつありますが、日本では今でも毎年20万頭以上の犬や猫が保健所に収容され、そのうち17万頭が無残にも殺処分されています。引っ越しをするからなどという身勝手な人間の都合で捨てられ処分されていく命がこんなにもたくさんあるのです。動物たちは二酸化炭素への耐性が人間よりも強いにもかかわらず、殺処分方法は二酸化炭素ガスを用いたガスがほとんどです。空前のペットブームの裏側で幸せになるべき生きるべき命が殺処分されていく社会に私たちは生きています。これが命の尊さや殺処分の現状や命を預かることに責任をついて改めて考えるきっかけになりますように、殺処分ゼロを願ってっていうことなんですけど、あの保健所にね、引っ越しをするからって持ってくる人がいるっていうんですよ。感覚がずれてるね。考えられないですよね。17万匹もいるんですね。そうなんです。っていうことは持っているってことだよね。そうです、そうです。実際はね、うん、私もあのチワワを飼ってるんですが、もう赤ちゃんの時から飼ってて、まあ、ブリーダーさんから飼ったんですけどね、私も飼ったんですけどね、お金出してあのもうすごくね病気だったんですよ、体が弱くて、うん、でチワワってこんなちっちゃいじゃないですか、うん、で病気だからもう一生懸命食べさせて運動させたら、うん、チワワなのにこんなでかくなっちゃったんですけどでかくなっちゃったなんですけど、のあの今はね本当おかげさまでもう今年4月23日で13歳になるんですけど、やっぱ愛情を持って育てると、なんだろう、体弱くても今すごく元気で13歳に見えないんですよ、うん、すごいすごいね、そう元気なんですよ、すごく、うん、子供と一緒じゃないですか、うんうん、その子供を引っ越しするからとか旅行行く、そう旅行行くからってね、保健所に持っていく人の気持ちが知れない、感覚がだからなんかファッションみたいになっちゃってるんだよ、ね、そう脱ぎ捨てるよりね、犬って分かってんじゃないかな、うん、そういう賢いっていうもんね、すごくね、そうなんです、うん、だからね、やっぱそういうね罰則とか登録制とかちゃんと、うん、法律を改正しない限りは、ね、何かをなくしたりしても無駄だよね、うん、結局裏口で抜けてっちゃうやつがいっぱいですから、ですよね、あとはちゃんと買ったら最後まで面倒見てあげてほしいです ね、 死ぬまで面倒見ないと ね、 ですよね、だから私は今できること何があるかなと思ったら、自分のそのチワワを最後まで見取ってあげなきゃいけないなって思ってるんですけど、それだね一番ね大事なのはね、20年は生きないですもんね大体 ね、 ねやっぱり15、6年とか ね、 ですよね、 そう思うとあと2、3年かなと思うんですけど、いつも耳のそばにね、あと10年は生きるんだよと魔法のように毎回あと10年生きるんだよ、元気で10年生きるんだよって、思うね、そう言ってるんですけど、まあ、明君の歌聞かせたらね、うん、40年ぐらい生きる、40年ぐらい生きる元気が出るで、うんうん、だったらいいんですけどね、うん、ではじゃあ今ね明さんのお話が出たので CD をもう一曲聴きたいと思います。ラビット、
the moon's daylight has full a ton of times, but remember Pete, we're confident the love it like they look for oneself, oneself. We take back the truth, yeah, yeah. No doubt it's mine. Whoa, whoa, whoa. ラビットかっこいい歌ですね。ありがとうございます、僕が弾いてますギター。あ、そうなんですか、はい、作詞作曲ギター弾いてます、アレンジしてます、はい、このラビットの意味はどういう感じ、はい、これはね、あの頭のとこちょっと英語なんですけども、はい、昔はあの要するに月にウサギがいたよねって、みんなそんな純粋な気持ちがあったよねっていう、私はいたと思ってましたね。だからそういう気持ちをみんな忘れちゃってんだよねっていうとこから始まるんです、餅つきしてましたよね。餅つきね、
薄があって、薄があってちゃんとね、薄着がこうね、そうそう落ち着いてましたよね、うん、みんな思ってたぐらい純粋だったのにだん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 忘れてっちゃうんだね。最近はそういう風に見えないですね。見えないな最近、まあ、あ、最近なくなっちゃったと思いながら見てますけど、まあ、ちょっとスモークでねスモークか汚れてるし、うんうん、心も汚れてきたのかな、スモークが入っちゃったのかな、綺麗にしなきゃ、掃除しなきゃ心は子供の頃の純粋な気持ちをという意味を込めて歌った、うん、そうだね、いや意外とほらあの音楽やってると気持ちをどん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 若返らないといけないから、はい、そういう気持ちは失っちゃダメなんだよね。そうですよね。3人で喋ってるとあっという間ですね。そう今日はねやっぱり3人のチームワークが良かった。痛い痛い痛い、亡霊がいたら一人亡霊がねえ、あともう4分ほどしかないですが、ね、これから の新曲の予定とかないんですか？ね、今年はちょっと溜め込んでですね、はい、まあ、来年早々にちょっとできたらと思ってるんですけど、アルバム作ろうかなと思ってます ね、はい、なんか昔のそう今日はね、うん、フィンガーファイブ時代の CD を流したかったんですけど、うん、ちょっと手違いで流せませんでした、すいませんでした、ね、ですね、ですよね、はい、えギターがあればやればやれ私太鼓役をやりますから。あ、いや、じゃあぜひ今度来た時は、はい、でぜひね今度来た時は、はい、フィンガーファイブの曲もいっぱい流させていただきたいと思います、はい、ます ね、うん、大ちゃんは何かあんだっけ予定。なんか僕はねあの19日から、はい、また今月の19日から映画の撮影に入るんですけども、映画の撮影多分 2,3 ヶ月。どういう映画ですか？ね、台本をね19日の日に買わせてもらうので、うん、まだわからないですね。ただ主演のあのなんかそのアイドルあの、うん、SKE の、うん、SKE48 っていうの、SKB か、あ、ね、あ、いや、あれはあれ AKB SKE って名古屋でやつみんな誰も無知なんですわかんない。 SKE はどこでしたっけ？栄ですね、名古屋、名古屋、そこの女の子 の、うん、あのお父さん役っていうことでね。あとボイメンっていうあのすごいんですよね、うんうんうん、ボーイズ&メンって知ってます？あ、なんか名前は聞いたことあります。そうそう、この前もあのその子たちと一緒だったんですけど、うん、すごい人気で、今日みたいな感じで、ほとんどの人がアキラ君しか見てないみたいな。そうそうそう、今日は ね絶対俺たちの喋ってる方見てないんでそりゃそうでしょ、でも ね、うん、まあ、あのまあそういう映画、はい、あと8月に、まあ、これも12年目になるのかな、うん、あの特攻隊の舞台見に来てくれたことあるよ ね、はい、それをもう12年目、舞台ですね。そうです、品川でやります。お、うん、いつですか？8月の、ね、15日からかな。そうですか、そうなんです。ちょうど、ね、終戦記念日あたり、終戦記念日が初日なので、ということだね、まあ、そんな感じかな。以上かな、以上、以上。先生は何かありますか？あ、まあ、いつも通り演歌の方ちょこちょこ書いてるんですけど、はい、ちょっとあの作家の、ね、事務所を今度新しく入るんですよ。あらら、そうなんですか。それでまたアイドル系の曲をちょっと書いていこうかなと思って、はい、おー、アイドル。そうですね、うん、そっちの方頑張ろうかなと思って。ぜひまた何かあの私も今度新曲出すときあれば、ぜひ書いてください。協力体制できるもんね。はい、うん、そうね。じゃあ僕はコーラスで。ね、ああ、もうもったいないもったいない。ありがとうございます。なんかデュエットでじゃあ一曲やりますか？親戚だからね。今日は本当に皆さんお忙しい中ありがとうございました。はい、ぜひまたね皆さんに遊びに来てください。はい、里見忍のエンパラダッシュ、お別れの時間が近づいてきました。この番組はお客様に安全で安心な美味しい商品を提供し続ける里の雪、美を追求するメディカルサロンアクア、以上各社の提供でお送りいたしました。最後にお別れの曲、里見忍の新曲あやめ川をお聴きください。それではまた来週月曜日午後4時まで、さよなら。